はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第14弾やっていきます。なので、まあ、この状態でテストしたい方はぜひ止めてやってみてください。では行きましょう。で、今回接続詞です。はい、をね、揃えてきたんですが、個人的には長文を読むときに知っとくとすごく流れ、話をね、つかみやすくなります。で、この辺はね、ちょっと長いですけど、結構短いシンプルな単語が多いので、ぜひね、覚えておいてください。では最初行きましょう。これ、そうです。そう。で、この辺はね、複数の意味を持ってるものもあります。特にそうとかそうなんですけど、これまず覚えてほしいのは、だからです。だから、ほにゃらら、そう、ほにゃららってきたら、ほにゃらら、だから、ほにゃららみたいな感じ。いい。で、そしてとかで使う時もあるんですけど、一つのがだからで紹介します。で、他の使い方。で、とてもっていう、使い方もあります。で、一応書きます。有名なんでね。で、次、and ですね、and。で、これは、一番有名なのは、ほにゃららとなんです。で、それも書きますけど、今回覚えてほしいのは、そしてです。そして。で、ほにゃららとと。例えば、I like soccer and basketball みたいな感じで言ったときに、I like なんで、私は好きなんだよね。で、soccer and basketball。サッカーとバスケットボールが好きです、みたいな。こっちの方が有名っちゃ有名です。よく使うんで、and って。でも、その長文で文が出てきたときに、ほにゃらら。and, ほにゃららみたいに書いたときに、ほにゃらら、そしてほにゃらら、みたいな訳し方ができるので、そう、ね、覚えておくといいですね。で、but。で、but。これが、しかしです。あと、でもとかと覚え方でもいいです。ほにゃらら、でもこうだよ、みたいな。で、まあ、しかしでいいかな。で、次、if です。if。で、if は、キーワードとして、もしって覚えておくといいです。でもちゃんと覚えるんだったら、もし、ほにゃららならばです。もし、こうこうこうだったら、みたいな話をするときに使います。Yeah. で、その次は because です。because。で、because は、できれば、ここも覚えてほしい。なぜならばってやつ。でも、シンプルに覚えなかったら、ほにゃららだからを覚えておくといいです。ほにゃららだから。あとは、まあ、文によってですけど、ほにゃららなのでとか、なのでがきれ、ギリギリだけど、ちょっとちっちゃく書こうか。だから、どっちにしても、理由を言うときに使います。なんとかだからとかね、なんとかなのでだね。で、余裕があれば、なぜならば、ほにゃららだから。なぜならば、ほにゃららなので、みたいな。そこまで覚えてくれるといいですね。because。で、次、右行って、until です。until。で、実は、until と till は同じ意味です。両方とも。これね、厳密に言うとまた細かい話になるんですけど、人は中学校までだったら、両方同じって覚えてもらって大丈夫です。ただ、英語にすごいこう、特化した高校に行きたいみたいな、英語科に行きたいみたいな子は、ちょっと調べてもらえるといいです。ここはね。で、意味が、ちゃんとね、全部覚えるんだったら、ほにゃららするまでずっとなんですよ。でも、シンプルだったら、ほにゃららまででもいいです。自分はほにゃららするまでずっとって覚えちゃってるんですけど、いいかな。まあ、アンティの後は文章が来るよみたいな、そういうのもあるんですけど、ひとまず意味としては、両方ともね、同じだと覚えてもらって大丈夫です。で、8番が or ですね。or。で、or は、またはって意味で使うんですけど、ここで、まぁちょっとね、1個せっかくので覚えてもらいたいのが、either を使ったやつで、either、これどうせ消しちゃうんで、ちょっと口頭になりますけど、これ either A or B。で、or って、その either とセットで使うときとか、まあ、which、ね、which ね、まあ、which、which を使った文で出てきたりするんですけど、A か B のどちらかの、みたいな。これはね、A か B の、A か B のどちらか、みたいな使い方をします。こういうときに使うんですけど、or。まあ、よかったらね、この either A or B も覚えておいてください。
で、今、フィッチとウィッチ両発音しましたけど、これね、ここでもあるんですが、これ、WH から始まりますよね。これ、次回のきっかけ英単語15で疑問詞やるんですけど、what とか、when みたいな。で、あれ、WH から始まりますよね。あれの発音って、例えばこれ、while と発音する場合と、ちょっと負が入る、H の発音が最初に入る、while と発音する場合があります。で、これも、アメリカ英語と、みたいな話になってしまうんですけど、自分はどっちかというと、負が入るんです。それで慣れちゃってるんで。だから、when も、fen って発音するんです、結構。fen みたいな感じで。だからさっきも、which っていう発音と、fitch って発音があるんですけど、まあ、どちらでも気にしないでください、そこは。多分、学校の先生もね、両方使う方いらっしゃると思うんで。で、話を戻すと、while ですね。で、while は、ちゃんと覚えるんだったら、ほにゃららする間にです。あと、するを取って、ほにゃらら間にでもいいんですが、ひとまずほにゃららする間にと覚えてもらえたらなと思います。で、最後、ちょっとマニアックではあるんで、この中ではね、マニアックな方にはなるんですが、まあ、ぜひ覚えておいてください。あれで、although と言います。although。で、although は、ほにゃららだけれども、なんとかだけれども、こうだよ、みたいな、いうときに使います。although です。で、これは最初にもちょっとね、話をしたんですが、ものによっては複数の意味を持ってるのもたくさんあります。ここに関しては。だから、長文とかで出てきたときに、まあなんかね、解説とか読んでさ、なんか、あそこでやってる意味で載ってんだけど、みたいなこともあるかもしれないんですけど、ひとまずここにあるのが有名な、意味となりますので、ここをまず押さえてもらって、で、後々違うね、意味が出てきたら、それに付け足して、ぜひ覚えていってもらえたらなと思います。じゃあ、では消しながら行きましょうか。じゃあ、今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、次回が15段。途中でもね、言いましたが、疑問詞をやります。what とかあの辺ね。でも、疑問詞だと、10個全部、おそらくいかないので、で、まあ、10個にこだわって他のね、単語を持ってくるか、疑問詞だけで固めるかちょっと迷ってるんですけど、あと青を消さなきゃか。で、その15が終わった後、ひとまずね、15までやるよっていう話だったので、で、16以降、続けるかどうかはちょっとまだ決めてないです。もしかしたら15で終わりになるかもしれないんですが、その辺、やるかやらないかは、ま、ダラダラジオの方で、まあ、ね、なんと発表するというか、お伝えしようかなと思います。まあ、それを見てない方はね、16が出てきたら、あ、続けることになったんだと判断してもらえると思いますので、まあ、ひとまず、次回の疑問詞の方、ぜひね、見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。